はい、こんにちは、のゆです。今回は金策でも使える AK74N のコスパカスタムを3つ紹介していきたいと思います。トレーダーじゃなくてフリマで買うと高くなる商品もあるので注意していただければなと思います。まずはじめに紹介するカスタムは AK74N のフリーマーケット開放前からできるカスタムです。リアサイト外してもらってラストカバーをバス中に変えてください。これつけると1L が上がるんでつけちゃってください。でサイトを MRE は T1X42 ですね、どちらかにしてください。おすすめは MRE です。でハンドガードを AK100 に変えていただいて、グリップ RK6 をつけてください。でライト GTL、 これがおすすめなんでよかったら使ってみてください。フラッパーがレベルになればリコイルパッドが買えるようになるので、これをつけて運用していただけるとさらに反動と抑えられてめちゃめちゃいいので使ってみてください。でこのカスタムにかかるお値段が 51,395 ルーブルになってます。2つ目に紹介するカスタムがフリーマーケット開放後に使えるコスパのカスタムです。これはまた同様に外してもらってバスティオに変えてもらって、サイト、それとは好みで、でパッドつけて、前のハンドガードを MOE AKM、 別に MOE AKM っていう名前のやつならばどれも性能変わらないのでどれでも大丈夫です。でグリップにこの AFG M ロックっていうグリップか RVG ブラック、どちらも性能は変わらないのでお好みの方をつけてください。先端を TW です。ライトはねお好みでも大丈夫なんですけど、自分は X400 買ってました。お値段なんですけど約95,000ルーブルでカスタムすることができます。多分これをフリーマーケットで買うとプラス2万か3万かなぐらいになるかと思うんですけど、比較的安く含めていい感じの性能で使えるので使ってみてください。次に紹介するのはだいたい40レベルからできるカスタムです。まずはじめに外してバスチョに変えてもらって、サイトつけてもらって、ごめん、これに変えていただいて、このカード VS コンボ、先端を RRD に変えてもらって、グリップは RK2。 そのグリップをなんで変えないかっていうと L5 変わるだけなんで、正直59も L5 があればそんな大幅な違いじゃないんで変えずにこのまま使ってます。でこのカスタムの費用はだいたい135,610ルーブルになってます。一応38レベルになってスキアマックスになったら変えるカスタムもあって、その場合は先端 PWS に変えてもらってケツはもうこのままで大丈夫です。で RK2 とかは変えるんで VS コンボ変えるようになったらこんな感じで自分は運用してました。今回紹介するカスタムは以上です。ご視聴ありがとうございました。